しぶりだね、ヤマトの諸君。今日は特売の豚ロース肉を使ったお弁当を作ります。忙しい時には簡単にできるのでおすすめなのだ。めえめえ、豚ロース肉に切り込みを入れ、適当な量の塩コショウを振ります。豚ロースだけだから塩味が効いてる方が良いのだね。なんで3枚も炒めてるのかって、早弁用とご飯の後に小腹が空いた時用のやつも作るのだ。弁当箱にご飯を詰めます。ご飯にごま塩を振り、先ほど炒めた豚ロース肉をのせます。いつもの焼肉のタレは切らしてるのだ。これで完成。